こんにちは、大地です。今日はみんなの周りにも足臭いやつ多分いると思うんだけど、多分そいつらより気にならないぐらい激臭がする親友がいるんです。そいつご飯とかみんなで行く時とか、あの座敷とかあるじゃん、靴脱ぐだけでマジでみんな臭いって言うぐらい臭い。家とかに招き入れると足が臭すぎて足から匂いがするから、ちゃんとビニール両足に巻いてからそいつを上がらせるようにしてるぐらい臭いの。そんな親友を救済すべく、僕はあるアイテムを見つけてしまった。でん、グランツレメリー。はい、こちらは何かというとですね、ニュージーランドで生まれた20年以上愛用されている靴、足の消臭剤で足元の臭い匂いを消す天然成分が入っている純白パウダーだ。粉なんですけれども、こちらを匂いがする靴にスプーンすり切れ1杯ですね、入れるだけで匂いが完全に取れるらしいです。はい、今回はそちらの大親友をこの家に招き入れているので、ちょっと登場していただきましょう。はい、はい、来ました。こんにちは。こんにちは。どうですか、コンディションは。コンディションはバッチリですね。さっき言ったと思うんだけど、もう完全に完全防御で、あのちゃんと両足にビニール巻かせてます。これがないと本当にヤバいぐらい臭いから。グランドメリーはあの普通の中にですね、スプーンすり切れ1杯ずつ入れるんですけれども、これやる前に本当に彼の足が臭いのか匂い嗅いでみんなに知らさないといけないからさ、どういう匂いなのか。やばいでしょ。あ、すごい。じゃあ大地くんに嗅がしていきたいと思います。結構そいつの足のオーラ強い。だいぶ来てるけど、いきます。待って、あの匂いがする。ウサギの小屋の匂いがする。結構やばいね。あの臭いよ、酸っぱい匂いがする。じゃあこれね、もういいよ、もう一回来て。くっさ、俺の足臭い中で一番臭いわ、お前が。ああ、こっちも嗅がないとね。どちらがやばい、こっちがやばい。いやでもゴブゴブす。くっさ、こっちの方が臭いわ。なんかちょっとね、湿ってんのよ。お前めっちゃ歩いてきたな。めっちゃ歩いた。くっす、なんかザ足の匂いって感じ。待って、この部屋くっさ。何こいつです、お前。くっさ、終わったらまだ開けてよ。あ、もう完全に開ける。鼻いいね。お前が鼻悪いんだよ。ちょっと待って、もうこの匂いに耐えきれないので、もうこれ早速こいつ使っていきたいと思います。じゃあ早速入れていきたいと思います。頼むぞ、マジで匂い消えろ、頼む。もう一個ね。はい、こちら靴の中にね、魔法の粉グランズメディをね投入したので、まあ、こちらで1日いつも通りの生活をしていただきます。でもこちら魔法の粉は入ってるので、こちらの靴を履いていただいて、いつも通りの生活をしていただいて、本当に彼の足の匂いがこちらの粉によって消えるのかをやっていきたいと思うので、はい、外に出ていきましょう。せーの、レッツエナジョンソン。はい、ということでですね、今日1日が終わりまして、こちらのグランズレメリーの粉をかけたね靴で1日過ごしていただいたんですけれども、早速匂い嗅いでいきたいと思います。それでは嗅がせていただきたいと思います。全然臭くない。待って、全然臭くない。ちょっと待って、靴も臭い。臭い臭い。じゃあちょっと靴ね、多分こっちよりこっちの方が臭いと思って、いきます。大丈夫、全然しない。え、待って、クランズレメディーさすごいわね。結構さ、いろいろさ、これ以外にもさ、いろいろ試したじゃん。でもただね、こちら使うとね消えるわ。足の臭い人でもね余裕だと思う、これ。はい、友達、自分自身でも構いません。足の臭い方いたらぜひこちらおすすめです、クランズレメディー。二人で行くよ、せーの、クランズレメディー。これ CM 来るな、これ CM 来るな。いやでも大地さ、はい、一つだけちょっとお願いがあるんだけど。はい、お願い。いいよ。足の匂いはこれで本当に治ったから。治ったね。口も自分でちょっと臭いかなって思うんで。お前の口？ちょっとだけ嗅いでみてくんない？いいよ。いいっすか？はい。